はい、というわけで皆さんこんにちは、サーフィングでございます。さて今回ですね、こちら神奈川県横浜アリーナの方に来ております。さて今日は2024年9月14日の土曜日ということで、今日はこの横浜アリーナにて NMB48 のあのチームが出演をいたしますフェスが行われますということで、今回そちらに参戦させていただきました様子をお届けしてまいります。それではタイトルコールしていきましょう。 NMB48 平山チーム N 出演アットジャムエキスポ2024参戦優勝。はい、というわけでついにですね、この日やってまいりました。改めまして本日2024年9月14日の土曜日、この横浜アリーナにてアットジャムエキスポ2024というアイドルフェスが行われまして、そちらの方に NMB48 からは平山チーム N が出演するということになっております。チームとしてのフェス出演というのはですね、今年は出口チーム B2 のジャパンアイドルフェスティバル、そしてチーム M のクロフェスに続いて3度目ということになるでしょうか。やっぱチームでね、こうやって一つのフェスに出るというのはね、セットリストの組み方もちょっと変わってくると思いますし、そしてどういったパフォーマンスを見せてくれるのかっていう、そういった楽しみも出てくるので非常にいいなと、そういうふうに思うものでございます。今回そちらの方に参戦させていただいた様子と感想をお届けしていきたいと思います。というわけで今回の動画はですね、 NMB48 平山チームへの出演アットジャムエキスポ2024に参戦させていただきましたと、そういう内容でございます。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。 NMB としてもね、多分4年連続ぐらいで出演をしている今回のアットジャムエキスポでございますけれども、私個人的にもね、3年連続で行かせてもらうということでございまして、今年は一体どんなライブパフォーマンスを見せてくれるのかを楽しみにしていきたいなと、そういう風に思うもんでございます。でですね、もうすでに横浜アリーナの方に到着をしているかと思うんですけれども、いやいやちょっと待てよと、道中の様子どうなっとんねん今回とね、思われた方も中にはいらっしゃるんじゃないかなという風に思いますので、ここからは時系列の方を一旦新大阪駅の新幹線乗車前の方に戻しまして、道中の様子をお届けしていきたいと、そういう風に思います。それでは皆さん一緒にどうぞ、せーの、時をも さあ、というわけでやってまいりました新大阪駅。それではね、新幹線のホームの方に行きたいと思います。冷気のピチョン君がね、今の気温を示してくれてますけれども、30度、今の時間で30度か、とんでもないな。というわけでやってまいりました新幹線乗り場のハーサちゃん口。さあ、それでは改札抜けていきたいと思います。今回乗車をしていくのはこちらでございます。のぞみ322号9時30分発の東京駅、今回は新横浜まで、まあ、当たり前ですけどね、乗っていきます。それでは行きましょう、25番線。さあ、というわけでホーム上がってきました。もう入線してくるっぽいですね。はい、というわけで、ね、入線してきました。これが今回私が乗るのぞみでございます。さあ、そして今回はですね、7号車の一番いい席の方確保させていただきました。もうまさに文字通り一番いい席ですね。それでは中に入っていきたいと思います。さあ、というわけでドアの方が閉まりまして、新大阪駅を出発、のぞみ322号で待ってたかな、東京駅が今新大阪駅を出発していきました。 NMB48 メンバーが出演する今年最後の夏フェスアットジャムエキスポへ向けて、この列車が今出発していきました。今回はね、新横浜駅までの乗車ということで、今回も楽しんでいきたいと思います。ちなみに今ね、デッキに出て話しているんですけれども、すでにね、横の方がいらっしゃるので、こういう形をとっております。今回はいい席でございますので、いつもとね、反対の景色といいますか、こちらの方も楽しんでいただけるだろうと思いますし、富士山とか見れたらいいですね。ぜひともそこら辺も楽しみにしながら、この乗車体験を楽しんでいきたいなと、そういう風に思います。というわけでね、アットジャムエキスポ行かせていただく遠征旅の幕開けです。
けで改めましてですね、まあ、今回 NMB48 の平山チーム L のメンバーが出演をしていきます。アットジャムエキスポというフェスがですね、一体どんなフェスなのかっていうのを簡単にご紹介させていただきたいと思います。毎年ですね、8月の末とか9月の頭、まあ、今回は9月の中旬でございましたけれども、まあ、この時期に横浜アリーナで毎年行われているアイドルフェスということになっております。 NMB 自体もね、確か4年連続ぐらいの出演だったんじゃないかなと思います。私もね、2022年から、まあ、一応3年連続で行かせていただいているということになりまして、で今年は平山チーム L のメンバーが出演ということになっております。選抜メンバーとかで行くことが多いフェスでございますが、こうやってチームでね呼ばれるっていうのはなかなかいいなというふうに思います。まあ、今年の3月にもジャパンアイドルフェスティバルだったかな、そちらの方にね出口チーム B2 のメンバーが出たりしましたけれども、まあ、あとはクロちゃんさんのフェスチーム M のメンバーが出たりとかしてましたし、まあ、私それ行きませんでしたけれどもね、まあ、そういったチームでそういったものに出演するというのは非常にいいんじゃないかなと思うところでございます。さあ列車は今取り替え車両基地の方を通過中、結構皆さん出払ってますねあんまり止まってないなという印象を感じます。まあ、今日は土曜日ですからね、3連休の初日、まあ、それは出払ってるだろうなというふうには思いますけれども、でね、毎回疑問に思うのがこれなんですよ。仙北高速鉄道の、ちょっと今ピンボケしてんな、ピンと合えへんな、仙北高速鉄道のね、この車屋というか、それがこんなところにあるんだっていうのを結構最近知ってびっくりしてるところでございます。はい、とまあこんな感じでね、まあ、車窓も楽しみながら今回の旅路を楽しめたらいいなと、そういう風に思う所存でございます。まあ、今回はね、先ほども言いました通り平山チーム N メンバーが出演ということで、石田優美ちゃんだったりとかさつき愛香ちゃん、あとは二瓶真奈美ちゃんあたりが卒業前に最後にフェスに出演するということになっているわけでございまして、まあ、本当にそういった意味ではね、この3人にとっては、まあ、NMB の活動をしていく上で一番最後のいい思い出になるんじゃないかなと、そういうふうにも思いますので、まあ、そこらあたりもね、まあ、一ファンとしては楽しみにしていきたいなと思いますし、でチーム N としての出演でしょう、あの曲歌えへんかなみたいなのが何曲あるんですよ。まあ、N 楽曲って結構ね、いろんな曲あると思うんですけど、さあ今回歌ってくるかなっていう、そこあたりもちょっと楽しみにしておきたいなと思いますが、まあ、どの道ね楽しみである気持ちっていうのは変わりませんので、全力で楽しんでいけたらいいなと、そういうふうに思っております。まあね、個人的に一番楽しいなと思うのはこの区間なんですよね。新大阪から京都間、まあ、その理由っていうのが、まあ、いろいろある中の一つこれなんですけれども、来ましたね、阪急電車との並走区間。さあ今回すれ違ったり並走したりするかな、結構僕ね並走しないですよすれ違うことは結構あるんですけどね、なんかちょっと引き運がないなって毎回そう思っちゃうんですが、おーすれ違った。こんな感じでね、阪急電車とすれ違ったり、あとは並走したりとか、そういったことが見れます。あ、今のは向こう方面行きやな、京都行きのね、だからまあ実質並走ですね、止まってましたけど、とまあこんな感じでね、そういうのも楽しむことができます。でまあ、この辺りが大山崎ということになっておりますので、もう京都府に多分入ってるんじゃないかなと思います。向こうの方にはね、 JR 東海道線の線路もあって、大山崎駅とかも多分あるんじゃないかなと思います。今阪急こうやって離れていきましたね。まあ、こんな感じでね、本当に面白い区間になってるんですけど、まあまあいい席ってね、基本的にこれ以外にも、まあ、今後富士山とか浜名湖とか、まあ、そういったのも楽しむことができるんで、まあ、やっぱ A よりは E の方が車窓は楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、ただその分ね、 E 席って隣の D 席と相、まあ、席になることも結構多いんですよ。まあ、その一方で A 席っていうのは B 席 C 席と3列ということになってるから、 B がお越しになられへんかったら A と C 一つ間挟んでっていうことになるんですよね。まあ、だからね、正直 A 席の方が快適さで言うたら条件合えばね、いいんじゃないかなっていうふうには思いますけれど、まあ、別に快適だからって言ってそれを重視するのもちょっと違うと僕は思うんで、車窓を楽しむか、まあ、ちょっとでも快適に過ごすのか、まあ、そういった、まあ、様々な皆様の考えでね、
まあ、そこは手段を選んでいただければいいんじゃないかなと、そういうところですわ。まあ、こんな感じで、これ名神高速やから、ここでもね、立体交差、いや、ここ結構本当面白いですよね。新大阪から京都間がやっぱちょっと鉄オタと言いますか、まあ、こういうの好きな身にとってはね、結構面白い区間なんじゃないかなと思います。まあまあ、これは本当にそれが好きな人が限定になっちゃう部分もちょっとあるかもしれないですけどね。まあ、そうこうこうやって話しているうちにもうね、京都駅の方到着が近づいてまして、多分そろそろ車内アナウンス、車内チャイムの方が流れるんじゃないかなと思います。減速してますね、多分流れ出しますよ。まあ、京都駅はね、本当にもう13分とか14、15分それで着くんで、すごいなと思うら、車内チャイム流れ出しました。列車はね、もうすぐ京都駅ということになります。新大阪始発なんでね、京都で降りる人っていうのは多分そんなに多くないと思うんで、まあ、京都駅到着直前まではちょっとデッキにいたいなと思います。まあ、逆にね、京都駅から乗ってきはる人っていうのもたくさんいらっしゃいますから、まあ、そちらの方にはね、しっかりとご配慮をする必要があると思いますので、まあまあ、とりあえずは到着までは言っときたいと思います。こんな感じでね、桂川を渡っていきまして、そしてここでね、注目すべき景色って言ったら、まあ、2つぐらいあるかな。まあ、本当に個人的な、2つになるんですけど、まず1つ目はね、ワコールさんのね、社屋がございます。ナギちゃんが CM を出たりする、ほらほら、こちらこちら、ワコールの社屋です。で、それが見えてきたら、こうやって貨物ターミナルが見えてきて、で、そして京都の鉄博、京都鉄道博物館の方が見えてきます。ほらね、こんな感じ。結構本当この区間の車窓というのは特に隕石側が面白いんじゃないかなと、個人的に思う部分ですね。あ、結構これ珍しい車両とか、あ、でも前ほどは止まってないのかな。以前はトワイライトエクスプレスの客車も置いてあったような、そういう気がしますけれども、というわけで列車は京都駅に到着です。一瞬だけ京都タワーも望むことができます。こんな感じ、ちょっと見にくいけどね、はい、こんな感じ、京都タワーも、ね、見ることができます。ということで列車は京都駅に到着です。じゃあここからはね、まあ、私の自分の座席の方に、まあ、座りながらこの車窓を楽しんでいきたいなと思います。一つ。
はい、というわけで新横浜駅に到着いたしました。さて、先ほどまで乗っておりましたのぞみの方をね、見届けていきたいと思います。この後品川と泊終点東京へ向かっていくと、そういうことになるわけでございますけれども、いやいや本当にね、あっという間すぎるんだよな。いや、合法のタイムマシンとはまさにこのことでございます。本当新幹線とね、飛行機というのは本当素晴らしい乗り物だなと、改めて乗るたびにそういう風に思わされるものでございます。テグマッチョ、これも西馬ちゃんもおるやん。さあ、というわけでね、改札の方、ゆまちゃん口のゆいなちゃん、あ、失礼しました、西口の出口の方も出ましてですね、横浜アリーナの方向かっていきたいと思います。それではね、この切符をいただきたいと思います。さあ、それではここから横浜アリーナの方向かっていきたいと思います。横浜アリーナ方面のデグマッチョ。さあ、というわけで新横浜駅の横浜アリーナ方面デグマッチョ出てきて直後の景色というのがですね、こんな感じ、木々に囲まれているような、そういった雰囲気の中で都会を感じられるということで、なかなかいい場所ですよね。すごい、ハト君がね、大量発生してるの、これほら、めっちゃいるでしょあれは何してるのかな体が痒いのかな。すごい器用にかきますね、本当に。ここにもいるよどんだけもんね、これどんだけもんね。書いてありますね、横浜アリーナ 410m となっております。ちなみに日産スタジアムは、まあ、ちょっと 1.2 キロで離れておりますけれども、これもね、新横浜駅の最寄りとなってます。この価格やとね、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、円柱型のね、特徴的な建物が見えてきました。これがね、新横浜プリンスホテルとなってて、まあ、新横浜駅の中では一番最寄りのホテルになるんかな。まあ結構ね、いいホテルで、私も2回ほど泊まりましたけれども。でですね、この新横浜ホテルが見えてくると、横浜アリーナはもうすぐそこでございます。ここにも書いてますね。横浜アリーナ 230m。でもね、すでに視界には入ってます。あれが横浜アリーナでね、横浜アリーナに行く前にね、ちょっとした登山をしないといけません。登山っていうのも変ですけどね、まあそんな急でもないですけれども、坂を登って、いわゆる歩道橋というかな、そちらの方を渡っていかないとたどり着けないんですよね。体力を奪われる感じして、ちょっと嫌な感じなんですけれども、いやマジで僕体力ないですよね。あの坂登った程度でちょっとギリギリしてるんですけれども、マジでちょっと体力をつけなかった。さあさあ、見えてきましたよ、横浜アリーナの文字が。まああの建物そのものがね、横浜アリーナということになってて、結構大きいのが伺えるんじゃないでしょうか。こうやってね、新横浜駅から歩いて行ける距離に、こんなにも素晴らしい、まあ、劇場といったらいいでしょうか、があるっていうのはすごいなと思いますけれども、私結構ね、この横浜に寝かしてもらってまして、多分4回ぐらいかな、これで。マットジャムがほとんどなんですけど、初めて行ったのが4年ぐらい前のディズニーオンクラシックっていうやつがあって、それがめちゃくちゃ豪華なやつで、あの上白石萌音さんとか山崎育三郎さんが出てたとか、そんなやつで、ちょっと今考えたらエグいの見に行ったなと思うんですけれども、まあそれを見に行った時に初めてこの横浜アリーナを訪れた、そんな感じでございました。というわけで来ましたね、横浜アリーナ到着。新幹線の車窓からもうほんの一瞬、多分ここの場所だと思うんですけれども、横浜アリーナの文字をね、確認することができますので、皆さんもぜひとも東京遠征で新幹線とか乗られた際で、いい席に座られた際はですね、この横浜アリーナの文字を確認してみていただきたいなと、そういうふうに思います。いやー、今年も来ましたね、嬉しい嬉しい、本当にこうやってね、いいことができていることも本当当たり前じゃないですからね、本当素晴らしい状況だなと感謝をして、毎日過ごしていきたいなと心底から思うんですけど、いいねやっぱ会場前来るとすごいテンション上がんな、やっぱな、ね、NMB のメンバーのみんなのおかげでね、本当様々な体験をすることができてるなと、そう思いますけれども、やってまいりました。こちらがですね、今回アットジャムエキスポ2024が行われております会場でございます。改めてご紹介しましょう、横浜アリーナでございます。いやー、来ることができたよ、今年も本当にありがとうございますと感謝の気持ちでいっぱいでございますが、まあ、先ほども申しました通り、今日は NMB48 メンバーの中でも平山チーム N のメンバーが出演するということになっておりますので、なんかいつもと違うようなセットリストとか見ることができるんじゃないかなって、個人的にすごくそこは楽しみにしておるというところでございます。というわけでね、まああと1時間ぐらい NMB の出番まであるんですけれども、お腹入っちゃいたいなと
そういうふうに思います。さあというわけで NMB48 平山チームへの出演をいたします。アットジャムエキスポの方行かせていただきたいと思います。それでは行ってきます。今回はですね、電子チケットでの入場ということになります。それでは入っていきましょう。どうやら1日券の指定席チケットこっちっぽいですね。じゃあ行きます。横浜アリーナ、はい、というわけで NMB48 平山チームへの出番が先ほど終わりまして、横浜アリーナから出てきてまいりました。それではですね、まあ簡単に感想をまずは話していこうかなと思うんですけれども、いや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 、結構な神セトリやったじゃないですか。まあ30分間という短い時間の中でなんだかすごく満足感を感じることができた、でそういったセットリストだったなというふうに思いました。まあセットリスト見ながらの詳しい感想というのも今回お届けをしていくんですけれども、まあ、それは後ほどねやっていくとして、まあ、やっぱ一番印象的なのはチーム A の楽曲を2曲も歌ったことですかね。カッツキガールズとジンクスとゲンカツキですよまさかアイドルフェスでこの2曲を聴けるとはちょっと夢にも思わなかったですね。こんな日が来るなんてって本当すごくそういう気持ちになっております。いやいや、ほんまにマジでライブとしてもすごく楽しかったですし、で距離はね結構遠かったんですが、その分ねそのチーム N メンバーのみんなのパフォーマンスっていうのを、まあ、遠目で引きの絵で見ることができたんですけど、やっぱすごいなと思いました。やっぱチーム N ってね、やっぱ NMB のフラッグチームであるとともに、やっぱパフォーマンスっていうのをすごくより力を入れているチームだと思うんですよね。その感じもすっごく現れていて、いややっぱすごいなというふうに思ったことございました。やっぱ特にねカディンちゃんとかチッヒとか、あとユーミちゃん、あとアーノンですか、もうこの辺がもうちょっとバキバキに踊りすぎてて、やっぱ改めてすごいんだなというふうに思いました。まあ、この4人だけじゃないんですけどね、本当にチーム A のみんなそれぞれがすごく光り輝いていて、いいステージだったなというふうに思いました。まあ強いて言うなら、まあ、この4人かなというだけでね、本当にみんなそれぞれ素晴らしかったなというふうに思いました。まあ劇場公演ってね結構近いと思うんですよ、最高列でも。だからこういう大きなライブホールで遠くから見てパフォーマンスがすごいなっていうのをまあ感じることができたっていうのはある意味貴重な体験だったと思いますし、あ、よっぽどすごいパフォーマンスをしてるんだなということも感じました。まあ、めちゃくちゃ楽しむことができましたね。これ引きの絵やから近くなかったからとかは全然思ってません。むしろこのパフォーマンスを、でしかもこのセットリストですよ、チーム A の楽曲2曲も歌っちゃうっていう、こんなセットリストをちょっと見ることができたのは僕としてはすごく贅沢だったんじゃないかなと、そういうふうに思っております。最高に楽しかったです。そしてですね、今回アットジャム参戦史上初の試み、初挑戦をしたことがございます。それが何かというと特典会でございます。結構アイドルフェスではですね、アイドルの方とチェキを取れたりする特典会というのが行われることが多くて、特にこのアットジャムさんはね結構それが充実をしているなという印象を感じます。さまざまなアイドルさんとね席を取ることができるなというのを印象として感じていましたので、いつか体験できたらいいなと思っていたんですが、まあいかんせんね NMB のファンでございますから、 NMB ってこういう特典会ってあんまりやらないんですよ、こういうアイドルフェス出てもね。だからもう今後やることないんだろうなというふうに思っていたんですが、今回のアットジャムエキスポですね、 NMB の OG メンバーで今でもアイドルグループに所属して活動をしているっていう方が結構出演をしていたんですよね。例えばストロベリーガールズの山田すずちゃんとか、
ナローの川野奈々穂ちゃん、ノンフィクの勝負マリンちゃん、そして横瀬アミューズの小林里奈ちゃん、マリンちゃんと里奈ちゃんはもう名前変わっておりますけれども、まあ、この4名がですね、まあ、それぞれのグループが出演するってことでこのアットジャムの方に出演をしておりました。でその4グループ全部かどうかちょっと分かんないんですけれども、特典会の方が行われましてですね、そちらの方に参加することができたんです。一つ、まあ、どなたのかと言いますと、ナローの川野奈々子ちゃんです。いや正直めちゃくちゃ嬉しい。これは、まあ、今回ね平山チーム A の出演ということでございましたから、ダンサブルのメンバーカディンちゃんとユーミちゃんとチーヒーですね、まあ、今現役の3人でございますけれども、まあ、この3人も今回アットジャムに出演してるわけなんですよ。だからダンサブルが6人中4人集合したってことに、まあ、事実上なるわけなんですよね。まあ、すごく嬉しいなというふうに思いますし、しかも、まあ、そんな記念すべき日にね、こうやってななこちゃんともお会いすることができたっていうのは、本当に素晴らしい日になったなと、そういうふうに思っております。でですね、今からその席の方をね、見せていきたいなというふうに思います。というわけで、こちらがですね、今回撮らせていただいた席ということになります。なんか、右の席の方、金髪クソボタ野郎がいますけれども、まあ、ちょっと一旦無視しましょうか。まあ、こんな感じでね、席を撮ることができるイベントっていうのも、行われてるのがね、結構アイドルフェスの面白いところだなというふうに思っておりますけれども、まあ、今回ねナローが特典会を行っていたということでございまして、まあ、こうやってナナコちゃんと撮ることができたわけなんですけれども、まあ、ブースの中歩いてたらですね、特典会っていうのがあるというのが判明しまして、それがちょうど始まったぐらいやったかな、ナローの特典会が12時半から1時半やったんで、あ、やってんねや、じゃあ行かせてもらおうというふうに思って、こうやって実現したということになりました。いや本当に嬉しい。これはこうやってお会いすることができてね、しかも結構お久しぶりなんですよ。まだ動画にはなってないんですけれども、大阪でね川野奈々穂ちゃんの生誕祭というのがナローの主催で行われたんですけど、それ以来でございました。いや本当にお久しぶりにお会いすることができてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。というわけで、まあこんな感じでね、3年連続のアートジャムエキスポの参戦を終えたということになりました。この3年間の中でもね、今年が一番印象に残ってるというか、今後も思い出として残り続けていくんだろうなっていう風に感じることができた参戦になりましたね。やっぱチーム L の素晴らしさと、そしてナナホちゃんとこうやってお会いしてお話しすることができたっていう、いろいろな思い出が残ったっていうのも本当に良かったんじゃないかなと、そういう風に思っております。これなんか帰りたくなくなっちゃいましたねまあね、もうすぐ新岡山駅の方に戻るんですが、ちょっとねすっごく楽しすぎて余韻に浸りたいですまだまあなんですけど、まあ仕方ないですね。時間の方もございますので、ね、そろそろ新岡山駅の方に戻りたいなというふうに思います。本当にめちゃくちゃ楽しい一日ということになりました。これも一人にねチーム N のみなと、そして川野奈々穂ちゃんのおかげでございます。皆様本当に本当にありがとうございました。それでは新横浜駅の方に戻っていきたいと思います。というわけでね、今回も素晴らしい思い出を作ることができました。横浜アリーナ本当にありがとうございました。またねこのアットジャムエキスポで来ることになるのかな、ちょっとわかりませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。また機会があった際にはね。それでは横浜アリーナを後にしたいと思います。ありがとうございました。それでは横浜アリーナを立ち去ります。ありがとうございました。他に特典会されてるね OG の方とかお会いはしたかったですけれども、まあちょっと時間の方がありませんでしたのでね、まあ今回は仕方ないかなというふうに思っております。というわけで、まあさっき来た道をねそのまま逆に向かって歩いてみると、そんな感じ。先ほどご紹介した新横浜プリンスホテルもここから見ることができます。新横浜駅の近くまで来ました。こういう音すんねんな、出発するとき下から聞くとすごいな、めちゃめちゃ面白いわ。というわけで改めてやってまいりました。 JR 新横浜駅、予定よりも早い便に乗ることができそうやったんで急遽変更しました。じゃあそれでは改札通っていこう。はい、というわけでホーム上がってきました。僕は乗るのはこれですね、のぞみ393号。というわけでもうすぐね、僕は乗るのぞみの方が到着をするということになっております。今回もね7号車にさせていただきました。 S ワークシート、まあ、なんでなのかっていうのはいろいろ理由はあるんですけれども、まあ、今回ね YouTube の編集作業というのはあんまりないんですが、まあ、それ以外の、ね、ちょっと YouTube 作業というのをできたらいいなというふうに思ったので、まあ、7号車
レスワークシートを使わせていただこうと、そういった次第になりました。というわけで来ましたね、のぞみの393号でございます。終点の新大阪まで乗車をしていきたいと思います。これが4号車、これが5号車で、もうすぐ7号車が見えてきます。これ7号車のところには S ワークシートのマークというのがあるんですよね。これ6号車のところには何もないですけど、ほらほらこんな感じで S というふうに書いております。このマークがあったら S ワークシートのサインです。じゃあそれでは乗っていきましょう。失礼します。列車は京都駅を
の実際これでもマイク入るんで十分ではあるんですけれどもね、まあまあこれぐらいで喋れる方が絶対にいいでしょう。そうなんですよ、むちゃくちゃ小声で喋ってますからね。あれマイクの性能がいいからそういう風になんかめちゃくちゃ喋ってるように思われるかもしれませんけれども、実際はめっちゃ小声で喋らせてもらってます。さあそして京都駅を出発するとですね、この A 席進行方向左側から見えてくるのがこちらでございます。五重の塔の塔寺ですね、まあ、京都を象徴するようなそういった建造物でございますけれども、こちらの方が京都駅発車直後に進行方向左手 A 席から見ることができます。いいですね、なんか京都を実感するなといつも思います、あれ見て。というわけでもう間もなくですね、列車の方は新大阪に到着するということになっております。いや何回も言わせていただきたいんですけれども、すっごい楽しい遠征だったなというのを新幹線の車内で見ててもねずっと感じておりました。いや本当に行ってよかったなとそういうふうに思っております。チーム M の、ね、メンバーのみんなのパフォーマンスだったりとか、あとは川野奈穂ちゃんとこうしてお話できたりね、お会いすることができたその事実だけでも本当に良かったなと思いますし、もうなんか一瞬の横浜滞在だったのは間違いないですが、めちゃくちゃ行ってよかったなとそういう気持ちでいっぱいでございます。残りね、あと十数分ほどその新幹線乗っていくんですけれども、まあ、この十数分の間も何事もないことを願いましてですね、乗車体験の方を楽しんでいきたいなとそういうふうに思います。今日のフェスでね、チームメイドが歌ってたジンクスと喧嘩するとそしてガッツキガールズですが、この2曲絶対新幹線乗ってる途中に聴いたら絶対合いますよね。そのテンポ感とかがめちゃくちゃ合うんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっと今、藤さん見ましょうかね。この世の全てに自由を感じる。合いそう合いそう。ガツキガールズもこれ合うんじゃない。この気持ちの中でつけて何でもないのに、そんなの。あ、合いそうですね。これもね、周りに人いらっしゃらないからできることなんですよ。そんなに大きい声出しませんからね、皆さん。そこはちょっとね。ご了承いただきたいと思いますけれども、まあ、マジでこれ新幹線でこの2曲皆さん聴いてみてください。めちゃくちゃ合うから多分。さあというわけでね、進行方向右側、僕が座ってる A 席の反対側ですね、 E 席の車窓からね取り返し車両口が見えてきたということで、新大阪到着の車内アナウンスがもうそろそろ流れると思います。さあというわけで At Japan 2024に参戦した弾丸遠征旅と言っていいでしょうか、そちらの方まもなく締めくくりとなります。今日も楽しい時間を皆さん本当にありがとうございました。そろそろ流れますよ、流れますよ、もう流れます、もう流れます、もう流れる、もう流れます。まあまあまあ、ドンピシャでしょ、びっくりするでしょ。というわけで新大阪駅に到着をいたしました。デグマッチョ、あの東海道新幹線60周年のこのロゴのキャラクター西園寺さんとそっくりじゃないですか。新幹線乗り場の浜田さん口に戻ってまいりました。今日の朝9時半頃ですかね、これ新大阪駅を立ったということで、本当に弾丸の遠征旅だったなと今振り返っても
そういう風に思うものでございますが、無事に帰ってくることができました。というわけでこの後はですね、うちの方に帰りまして、今回のアットジャムエキスポ2024平山チーム N によるライブの感想を瀬戸に見ながら話していきたいという風に思います。でそのライブの感想パートが終わったらですね、エンディングの映像をお届けしたいと思うんですが、そのエンディングの映像は横浜アリーナの方で撮影をしてきました。いろいろと時系列がややこしいんですけれども、まあそういった流れでね、この後お届けしていきたいと思います。というわけで今回もね、素晴らしい遠征旅でございました。本当に本当に皆さんに感謝の気持ちいっぱいです。ありがとうございました。それでは一旦お家に帰りたいと思います。新大阪駅さよならバイバイ。はい、というわけでお家の方に帰ってまいりましたということで、ここからはですね、今回の平山チームへのが出演いたしましたアットジャムエキスポ2024の瀬戸を見ながらの感想をお届けしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。こんな感じ。まあおばあちゃんがね流れまして、まず1曲目、初恋至上主義でございました。いやこれちょっとむちゃくちゃセンスあるなというふうに正直思いましたね。まあ本当に新鮮味を感じたような、そういった部分だったなというふうに思いましたし、で個人的にすごく初恋至上主義が好きなんですよ。わーすげーと思って、ちょっと今回のライブもしかしたらいつもと違うものを見せてもらえるんじゃないかなというふうに思いましたね、この瞬間に。はい、そして2曲目、ガッツキガールズでございました。うん、ここですよね、やっぱポイントは。まあ、今回2曲目のガッツキガールズと、そして4曲目のジンクスと原活技、こちらの楽曲がチーム N の楽曲ということになっております。まあ、今回チーム N としての出演ということでございましたから、まあ1曲は入れてくるだろうなと思っていたんですけれど、まさか2曲入ってくるとは、これはちょっとびっくりしたなと思いましたけれど、まあこのね2曲目の時点で、あ、これを入れたんだというふうに思ったところでございましたけれどもね、このガッツキガールズが正直チーム N の曲の中でも一番レベルで好きかなと思ってます。まあね、いろいろ名曲あるんで、もうなかなか一番に絞るの難しいと思うんですけれども、マジでめちゃくちゃ盛り上がるし、いやー楽しい曲だなというふうに思うんでね、今回まさかフェスでこの曲を聴けるなんてというふうにちょっと思いましたね。めちゃくちゃ素晴らしい選曲だったなと、そういうふうに思っております。最高でした。はい、続いてここでまあ軽い MC あったかな、そしてこれが愛なのかが披露がされました。まあ、まだ新曲のね頑張らぬ愛の方は、まあ、披露がされない、まあ当たり前ですよね、まだ選抜21人での披露がまだないので、まあそれはなかったんですけれども、まあその代わりと言ったらなんですが、29枚目シングルのこれが愛なのかが披露されたということですけれども、まあ結構ねダンスナンバーの楽曲だと僕も認識してるんで、まあカジンちゃんとかチッヒーとか、あとユミちゃんアーノ、まあその辺の面々を中心に、結構チーム L のメンバーというのはパフォーマンスが優れてると言いますか、本当にすごいパフォーマンスをするメンバーが揃ってるなというふうに思いましたんで、これが愛なのかがすごく合っていたなと、そういうふうに思ったものでございました。からのジンクスと原活技よ、これは本当選曲チョイス素晴らしいかよってめちゃくちゃ言いたいですね。まさかチーム N2 曲やんのかっていうところは、イントロかかった瞬間に、お、マジかっていう感情になりましたね。2曲もやるんやっていう、まあ今までのねフェスの常識ってまたちょっと違うかもしれませんけれども、まあそれをちょっと逸脱したような感じはね感じましたね。すごく良かった。ファンとしてはね、こうやってチーム N 楽曲が2曲入ったっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたけど、まあその反面ね、我々はファンですけれども、まあファンじゃない方が見た時にちょっと知らん曲が何曲か続いてんなっていう風な印象をもしかしたら感じられちゃったかなっていう気はまあしますけれど、まあそれはね今回チーム N としての出演ですから、チーム N のスタイルを出すということではこの形が一番ベストなんじゃないかなと僕は思っているので、まあまあ良かったんじゃないかなとは結果的には思ってます。ただそういう風に思わせてしまった可能性もちょっとあるんじゃないかなっていうのはね若干思いましたけれどもね。はい、まあでも本当に素晴らしかった。はい、続いて投げ地、僕らのいいか、まあワルタピーポという順番でまあ締めていくんですけれども、いややっぱ盛り上がりますよね特に投げ石と僕らのゆうか本当にドカーンという風に盛り上がるのがやっぱフェスの特徴だなと思いますけれども、今回なんといっても投げ石フルコーラスやった。マジかびっくりしますよね、ほんまに。普段ライブでもワンハーフで歌うことが多いナギーチを今回フルコーラスで歌ったっていうのは、あ、そんな感じにするんだって言いますか、ライブでもなかなかやらないことをこうやってフェスでやるんだっていう風な印象を受けまして、本当に今回の出演はなんか今までのそのフェスの、まあ、さっきも言いましたけど若干常識と言いますか固定概念っていうのかな、それが覆ったような感じもして非常によかった
ったなというふうに思っております。なぎいちのフルコーラスというのも本当なかなか聞きませんので、貴重な機会だったなとそういうふうに思っております。でまあここでラストスパート行きますよみたいなのが、アナウンスされまして、僕らのユニークはノラタピーポーというふうに続いてたと、そういうことになりました。こちらの方はワンハーフでしたね。はい、とまあこんな感じでですね、7曲をお届けしたというそういうライブでございました。まあ多分30分ぐらいのライブやったかな。いや本当にね、十分満足やったなってすごく思ってます。チーム L のパフォーマンスを見れたのはもちろんですけれども、本当にこの瀬戸井の組み方がチーム L のカラーと、でそしてまあ NMB のカラーもそうですけれども、また新たな挑戦をしたような、まあそういった印象も感じられてよかったなと、そういう風に思っております。はい、というわけでまあこんな感じでね、瀬戸に見ながらの感想を話させていただきましたけど、本当に何回も言います、むちゃくちゃ楽しかったなと思います。行ってよかったなと、そういう気持ちになることができました。まあチーム L のメンバーももちろんですけれどもね、まあ川野奈々穂ちゃんともまあ特典会の方でね、会わせていただいて話させてもらったっていうのは本当に良かったなというふうに思っております。そうだそうだ、奈々穂ちゃんとの会話の内容あんまり喋ってなかったですね。お久しぶりというふうに言ってくださいまして、そうなんですよ、結構覚えてくださってるみたいでちょっとびっくりしますけれども、この後行くんやろうと聞かれまして、そうなんですよね、12時半から1時半で、で NMB の出番が1時10分だったんで、まあ奈々穂ちゃん会ってから NMB のライブを見るっていう、まあ僕だけじゃなくてね、他の方も結構そういう方いらっしゃったみたいなんですけど、まあみんなそういう感じでこの後見に行くんやろみたいな感じで聞かれて、で多分そうと思うみたいな、僕もそうやしみたいな話をさせてもらって、私も見たかったんよみたいなことを言ってました。まあそりゃそうっすよね。まあ今回平山チーム N ではございますが、まあカリンちゃん、チヒ、ユーミちゃんっていう、まあダンサブルの時にね一緒に活動した3人というのも出ておりましたから、まあそれじゃちょっと見たかっただろうなというふうに思いましたけれども、あまあ見たかったやろうけど、まあね時間かぶったもんねみたいな、あかぶったんよっていうふうに言ってましたわ。そうなんですよ、だから7本ちゃんもう見たいというふうに思っていたということをね、皆さんにちょっと共有をさせていただければいいかなと思っております。はい、というわけでまあこんな感じで今回楽しい参戦ということになりました。これもひとえにチーム L のみんなと、そして川野奈々穂ちゃんと関わってくださったすべての皆さんのおかげだなと、そういうふうに思っております。何度も寄せてください、本当に本当にありがとうございました。それではね、そろそろこの動画の方を締めくくっていきたいと思います。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いやマジでめちゃくちゃ楽しい参戦ということになりました。ここ3年で過去一じゃないかなと個人的にはそう思っております。チーム L のみんなのパフォーマンスも本当に素晴らしかったですし、久々に川野奈々穂ちゃんとねお会いすることもできたので、本当に大満足な一日になったなと、そういう風に思っております。本当にこんなにも楽しい気持ちになることができているのは、まあ、さっきも言いましたけれども、チーム L のみんなと、そして川野奈々穂ちゃんのおかげでございます。やっぱね NMB 応援してたらこの楽しさがあるんだなということも改めて再認識することができました。本当に今回はありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたしますという気持ちを込めまして、この動画を締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくってあげたいというふうにわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 チーム N が出演をいたしましたアットジャムエキスポ2024の方に参戦させていただきましたと、そういう内容でございました。いや本当に平山チーム N のみんなと、そして奈々穂ちゃんとねお会いすることができて、パフォーマンスを見ることができてすごく良かったなと、そういうふうに思っております。改めて皆さん本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。